もう早速です。いきなりスタートしましょう。はい、どうしましょう。エイジング毛と、あと宿毛矯正ではなくって、最初にあの姪っ子が美容師をしていて、ツンツンとならないから、あの髪質改善しませんかっていう感じで、半年に1回ずつやってたんですけど、あのその日がすごく綺麗なんだけども、湿気に当たると、すごいもうバーッと横に広がってしまうんですね。それでそれがひどくって、で湿気に当たるとこの辺がこう、綿菓子のようにチラチラって、うんざらつきが出ちゃってるんですよね。なるほどです。揉み当たり結構。だらつきがどうしましょうかね。ストレートしちゃった方がいいですかね。そうですね。湿気に当たっても何しろとこっちはちょっとビビングですね。ここがすごいひどいですよね、うんうんうん、湿気に当たってもやっぱりこうあんまり広がらないように確かに、うん、していただけるとすごくストレスが減って嬉しいんですけど。了解です。よいしょ。仕事柄早越しなので入浴会場があるんですよ。なるほど。湿気がすごい。そうそう、サウナの中で仕事してる感じなのでどうしても跡、まあ、がひどくなっちゃうので。 OK です。じゃあもう早速早速いきましょうかね。で、根元染めで、あとはカットはちょっとストレート伸ばしてから考えましょうかね、はい、結構ザラつきがありますね。確かに。じゃあまあちょっと一回癖見ましょう、はい、うん、じゃあ一回よろしくお願いします。ということで今ちょっとここが多分宿毛矯正ですね。1年前ぐらいだと思うんですけど、でここはかなり癖が出てて、で横が少しここだけ左のところだけ少しビビリになってて、右はなってないんで、まあ何かしら外部ダメージだったりとかいろんな要素があったのかなと思うんですけど、ここだけ相当センシティブに、で他は大丈夫そうですね。襟足もそんなにジリジリしてないので OK です。じゃあ分かりやすいですかね。このザラついたところにここはストレートっていう感じなんで、これもしっかりと今日は伸ばしていきたいかなと思います。じゃあよろしくお願いします。はい。じゃあ前回の動画に引き続きなんですけど、まだ情報解禁まであと2回新開発薬剤です。なんで楽しみにしててください。行きましょう。はい。じゃあまあ塗りはそんなに難しくないですね。もう結構ディバイディングが分かりやすくなってるんで、しっかりとこの薬剤をちょっとよし、ここまで塗ります。で一番気をつけるもみあげのところだけシビアなんでペーパーで塗って、他はもう全部普通に塗っちゃっていいかなと思うんでやっちゃいましょう。はい。めいっ子さんが美容師さん。そうなんです。おいいですね。じゃあいいような悪いようなクレームは出せないのでなかなかいや逆にクレーム出しやすいじゃないですか。自信を持っておすすめされたから。あ、そうなんだ。逆に。あ、そういうことで。あ、でもいろいろね、まあ要は髪質改善ってことは散熱トリートメントの類だと思うんですけど、うん、ここね数年の技術だからそれをいち早く取り入れたんじゃないですか。2018年くらいの話。あ、じゃあ早いよ早いよ。あ、結構勉強熱心なんじゃないですか。なんか買ってカットコンテストとかそういうのが熱心に出てましたけどね。あ、そうなんだ。すごいじゃないですか、うん、カットコンテストとか大変ですよ。だって準備がねなんか大変だったみたいです。モデルさんを呼んで。あ、そうなんですよ。衣装を考えてなんか自分でなんか縫ってましたね。懐かしい。超大変な。いやマジで大変なんです。僕もあの数回出たことあるんですけど。あ、そうです。マジで大変なんですよ、うん、なんかもう帰ってきても練習、朝も早くから店に出て練習とかって。えらい。妹が言ってましたね。えらい。えらい。ほんとでもやった。大変だった。ウィッグじゃないからね。人だからね。うん、その人の骨格とかなんかいろいろ考えながらやんなきゃいけない。洋服衣装だってね、うん、どうするとかにもなるし。いやでもあれはね尊敬します。ほんともうできない。出てくださいって言われたらどうするんですか。え、コンテスト、はい、え、断るかもうごめんなさいっていうかコンテストはきついな。出てくださいお願いします。コンテストはきついな。なんか準優勝してすごい。海外に研修に行きましたね。素晴らしい。すごいですね。ここ怪しいですね。確かにいろいろ多いんですよ。そこが、うん、そこだけが治らなかったですね、うん。ここはちょっと塗りません。後で、はい、ちょっと怖いんで違う薬剤でいきましょう。もみあげってやっぱ難しいんですよね。毛が細くなってるし、左右差があったりするとさらに大変ですよね。あ、ここの毛先も左側がひどいんです。そうですね。治らないんです。左側全体がちょっと怪しいな。
カットどうしましょうかね。そう、以前はねショートだったんですね。ああ、なるほど。でそれを3年間かけて直したくて伸ばして、あ、いただいたお写真、あの最後に送っていただいたお写真、あれが最初の、あ、そういうことですね、髪型だったんです。はい、僕もてっきりごめんなさい、文章を読む力があれなんで、ショートの方がいらっしゃると思ってました。あで、なんか先ほどお会いしたら、あれ長いと思ったんですよね。別人そうショートだったんですけども、そのショートを広がらないように髪質改善してもらったんだけど、あ、なるほど、もう広がってしまう、広がってしまう、なるほどです。それで緊急事態宣言の後美容室に来れなくて毎月銀座まで出てきたんですけど、ね、なるほど。毛先はちょっと薬変えます。めいこさん銀座で働いてらっしゃるんですか。そうなんです。そうなんです、あのライオンがあるじゃないですか。ああ、ライオン、ザラ、あ、ありますね、あのあたりにいます。はい、ご近所ですね。ご近所なんです、はい、めちゃめちゃご近所です。会うかもしれない。もしかしたら便に出るっていうのは知ってるんですか。言わない言わない内緒内緒、もし見てたらあっね、あるかもしれない、うん、すいません。じゃあここは違う薬剤でいきます。よいしょ。うん、怖い、ここは怖いですね。毛先はやめとこうかな。ここね、ここ多分根元の矯正と一緒にはちょっと難しいんで、少し薬外しておきますね。いつからですか、左がちょっと血ついたの。うん、やっぱり3年前にやってからですね。あ、なんか全体的に左がもう痛みやすくなってるのかもしれないですね。薬が合わなくてそうなるんですか。まあいろんな要因ですね。結局でも左右差があるってことは、まあね、塗ったスピードとかもあるとは思うんですけど、塗る、例えば左から塗ったら左の方がもちろんね、薬剤が効果的に、時差ね、そう反応するとかもあるけど、でもこれぐらい違うとそんな時間差じゃないと思うんですよ。だから普通に例えば左側をなんか必要以上にアイロンかけがちとか、日頃のそうかもしれない、そう生活の習慣によって結構変わってきたりするんですよ。癖で比率として左を多く当ててる。あ、そうそうそう、でしかも血りついてるからより多く当てるじゃないですか、の悪循環かなと思うんですよ。で3年前っておっしゃってる割には、もうあの半年前ぐらいのとこから血りついてるんですよ。だからおそらくその生活習慣もあるから、まあ3年って言ってもその間に2、3回ぐらいカットしてますけどね。あ、そうそう、 なんで3年前の根元ではないと思うんですよ、ギリギリ根元かなぐらいなんで、多分その間の出来事がかなりあるかなと。影響してるんですかね。影響してますね。なんであの今日はできる限りの施術でも、他のところをまずサラサラにすればかなり改善されると思うんで、そこも綺麗になるように、で薬剤そこだけ変えてるんでご安心ください、はい、もうどこの町医者行ってもダメで、大学病院に来たような気持ちなんですよ。気持ちいい。ここが大学病院、ここ大学病院、大学病院、長門、長門大学病院、教授、教授、なかなか予約の取れない教授。白い巨頭みたいな。そうそう、オペ待ち3年、オペ待ち3年。よし、これでちょっと毛先最後伸ばすぐらいにしときますね、はい、一応10分で見ます。はい、じゃあお待ちください、はい、おい、お疲れ様です。よし、まずは、はい、10分経過で、まあ、だいぶ良さそうなんで、全体にフォームバーッつけて伸ばします。毛先もしっかりつけます。でまずこの横のセンシティブゾーンから毛先までちょっと薬剤が伸びればいいかな。ただぶっちゃけあんまり還元剤入れたくない感じです。よし、で全体伸ばします。一応毛先も追いの根元とこのサイドの根元と同じ、全体の毛先と同じ薬をちょっと足して、もうこれで5分以内には流した方がいいですね。こっちは余裕そうなんで、よし、 OK です。5分で流します。まずしっかり流しですね。しっかり流しして、あとは普通にインフォーム入りのシャンプーをして、ドロップチェンジリスで上げてきてもらいましょう。お願いします。はい、お疲れ様です、はい、さあザラついてるか、ちょっとビビリ箇所は治んないけど、うん、超良くなります、はい、それでいきましょう、はい、普段のところ上の方はめっちゃサラサラになるんで安心してください、はい、はい、じゃあ中間処理ですね。アセキラチンコネクターの5倍で、この時に揉み上げ必ず、もうしっかりとこっち側の揉み上げもやっておきましょう。そしたらアクアですね、 CMC ドロップサクッと直付けです。チェンジリンスはしてあるんですけど、ここで多少のドロップを足してあげることによってビビリを防ぐこともできるし、改善することもできる、なんでしっかりとつけます。でさっきも言った通りもみあげ直付け OK で、パッと普段ここで行く場合が多いんですけど、ちょっと髪のダメージを見たい場合は、先に矯正しちゃうことが多いです。でノットのミストレブリンさんですね。でリンクも完璧な中間処理、中間処理超大事なんで、本当にもう中間処理が全てを決めると言っても過言ではないぐらい、ここら辺はしっかりやってください。ビビリ箇所は PPT0 に
出先全体とお土産。お土産もそれでいいんですね。いつもピッピッて、あの毛先だけ、うんうん、使ってたんですけど、お土産だけつけてもいいかもしれないですね。わかりました、はい、でかなり処理剤がついてるんでびしゃびしゃな状態だと思うんで一回タオルで拭き取ります。もう髪の中の水分と処理剤は入れ替わってるはずなんでこれでタオル拭いても別に取れちゃうわけじゃないから安心してこれで乾かしましょう。でもってドライなんですけど先にこの一番ダメージのある左もみあげだけはウェットからロールブローでいきます。ウェットからロールブローでいくことによってビビリを少し改善することができる。どうしても乾かす濡れてると結構ストレートなんですよ。乾く瞬間にビビってなるんでそれをこの還元剤がついた状態で乾かす瞬間を伸ばしてあげる。これが一番ビビリ直しの効果的な方法なんで今日はまずこれを乾かしたら全体乾かします。毛先全体はちょっと痛みがあるんでブローします。毛先だけブローで根元は若干水分1割残りぐらいがいいです。水分が少しでも残ってると還元剤の方がブーストしてしまってアイロンの熱でかなりダメージにつながったりとか、まあその分水分が残っていると伸びます。なんで根元が残ってて毛先が完全乾いてるっていう通常のブローとは逆の方向なんで注意してください。いきます。はい、じゃあ乾かし終わりました。こんな感じです。こっから先ブローしてます。もうすでにこの毛先の部分、まあブローなんですけどツヤ感が戻ってるのを触ってみます。根元はねまだね、うん、乾かしただけなんですけどここからアイロンしていきます、はい、楽しみじゃないですか、うんうん、すごい嬉しい これでちょっと結果が出てきてるんで楽しみだと思います。で持ってカメラは映んないと思うよ。変わってみてください。ちょっと良くなった。あ、治ってますね。治ってない、治ってない治ってはないもっとチリチリチリ、そうそうそう、なんでさっき言った治しはできないけど改善することはできるって言ったのがこれですね。すごい。でちなみに今そこをアイロンでもうブローで結構ある程度形ついてるんですけどそのところはちょっとアイロンでパクッと仕上げないといけないんでちょっとこれはカメラ収めといてください。まあさっき言ったところですね、このビビリのところっていうのは今日温度190度でいきます。ここはもう熱置きゆっくりやんなくていい。サクッとする、サクッとするする。これで、あ、もちろんね、アイロンのサラッとなんですけど、このザラつきがほんのちょっと今、1箇所、2箇所ぐらい出てくるんだけど、これがしっかり固定されれば、ある程度、まあでも今、モデルさん治ったっておっしゃってくれたんです。もう全然チリチリってなってないですもんね。なった、うん。流しのようにチリチリって感じでした。そう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 。だから、完全に改善することはできるんで、ここね、ちょっと楽しみにしててください。はい、じゃあ今日、新薬剤って言ったんですけど、もちろん酸性液です。温度は190で通常通りなんですけど少し熱置きゆっくりめでいきます。この水分残したブローしてないところですね、中間までの新生毛のあたりまではゆっくり熱置き190度、こうしてこっから先がブローしてあるところはスルーゆっくりっていう感じでいくとまあ少しこうザラつきも取れるんじゃないかなと思います。じゃあそんな感じであれでいきます。すいません、コンセント問題が昨日セミナー行って、茨城行ったんですけど、あ、はいはい、延長コードを多分置いてきました。あ、置いてきちゃったなかったですか、スーツケース。スーツケース覚えてないな。よし、だからそこアマゾンに注文したんですけど今日明日は延長コードがないから差し替えたりしやない。コンセント使う商品が多すぎですからね。そうですね、はあ、電気がなきゃ僕ら仕事できない停電したの大変ね、ほんと。でも俺ふるさと納税で、うん、あのバッテリーにしたんですよ今回。バッテリーいただけるんですか。バッテリー、うん、だからバッテリー来たらなんかテレビも2日ぐらい見れて、携帯の充電は250回ぐらいできてみたいな、なんかそういうやつなんですよね。必要ですよね。いや必要必要、ね、何かあった時めちゃめちゃでかいやつ、重いやつなんだけど、まあ、とりあえず家か車に積んどけばまあ安心ですよね、いざという時は、ね、いざという時はえ、そんなに悔しかったんですか。うるせえすいませんね、うるさいわ。いやなんか一回停電したんですよ、うち。それで不便さを感じたのね。で停電して、しかもなんかもう夜の12時とかで、うん、ちょっとした地震が起きちゃって、そうそう、でなんかあれ停電じゃんと思って窓の外見たら結構暗いんですよ、うんうん、うちの周りが、うん、はい、だからお僕岩崎家から徒歩5分、うん、10分かかんない、10分かかんないぐらい、ね、だからもうあいつやばいじゃんと思って、うん、まあ、とりあえず連絡したんですよ、うん、僕も iPhone の充電、うん、残り 8% とか、もう寝る寸前だから、うん、こっから充電っていうイメージだったんですよ、うん、8% かよと思って、その日に限ってね。で、岩崎に電話して、お前大丈夫かよって言ったら、うん、なんか、何がですかみたいな。
岩崎んち停電してなかった。停電してなかったの？いや、もう本当数百メートルの距離なのに停電してなくて、なんか今携帯で漫画読んでますはぁ、地震が来てちょっとまあこう揺れてたけど、まあ、大丈夫だろうと思ってその時に漫画読んで、あ、そろそろお風呂入ろうかなって思ってた時に揺れたから、まあ、まあ収まるまで待つかと思ってベッドに転びながら漫画読んでたんですよ。そしたら電話かかってきて、大丈夫みたいな、何があって何はいみたいな、何がですかみたいな、え、停電してないって言われて、えみたいな、これからお風呂入ろうと思ったし、エアコンも電気もピッカピカなんですよ、うちなんせテレビもついてますから何も消えてないから、何がですか、全部ついてますけどみたいな言って、あ、そう、それならよかったみたいな、うんうん、なんかあったら連絡してって言われたんですけど、多分なんかあるの長さの方にしかももう連絡できるかどうかわからないぐらい充電がない、その 8% っていうすごい残りわずかな充電で岩崎を心配してやったのに、なんかムカついたんですよはっ、なんだよ勝手にムカつかれました。で、私はそのあ、じゃあお風呂入ってきますとかムカつくと知らないですよ、本当ですよ、窓の外見てなくて、停電してるってのは分かんなくて、いや、間違いしてないんだったら周りもしてない、あ、そう、うん、そうなんですね、しかも2階だからそんな見えないでしょ、まあ確かに、なんかうちバーってさ、目の前が川なんですよ、目の前っていうかちょっと斜め前が、うん、川だからすんごい奥の佃ってとこまで見えるんですよ、うん、そう、そこまで停電してたから俺もう絶対停電してると思ってそしたらもうなんか知んないけどテレビついてます、テレビ見てますよ、携帯で漫画読んでます、エアコンも電気もついてます、これからお風呂入りますムカつくと思って、ね、いや本当ですよ、分ぐらいの距離でもね違うもんね、違うらしいですね、うん、確かに川は越すんですよ、川って言っても本当にちっちゃい川ですよ、うんうん、小さい川なんですけど越すから、そこかと思って、何言ってんだろうと思って、何言ってんだろう心配したんだよ残り 8% なのに、ね、優しいね逆になんでそんなないんですかって感じなんで、いや、本当だよ、いや、もうだって12時で、しかもなんかその日何してたんだろうね、なんかすごい携帯の充電がない日だったうるさいわかですね、これで停電しても安心ですね、安心ですバッテリーがくればふるさと納税の返礼品って私食品だとばっかり思ってましたけど、あの前、ね、いろいろあるんですよ、家電とかもありますよ、長野県から送られてきます、長野、うん、ふるさと納税品、納税して返礼品がノットのシャンプーとリンスだったら東京の東京都のそうですいいんじゃない、中央区長お待ちしてます東京の納税品はそうそう、返礼品ね、中央区長ちゃんとりでございますぜひ、わかんない、区長が決めるのかな、わかんないどうやって決まってるのかわかんない中央区の返礼品ってなんだろう、気になるね、東京って見ないですもんね、だってね、見ないわね、大体地方のね、うん、お米とかお酒とかね、だからあれですよ、東京の税金をできる限り地方に行かせるための政策ですもんね、うん、だからそのギャップはないないんだよね、そうそうそう、でシャンプー作ってる工場がある県、群馬、群馬、あ、シャンプーはね埼玉なんです、埼玉なの、はい、メテオとかは群馬なんですけど、ボーチェでしょ、ボーチェ、ご存知ですか、あれは私群馬県人なんですよ、ああそうなんですか、から志賀さん、志賀さんご存知ですか、おすごい、本人はお会いしたことないけどなんかね群馬テレビっていう地方の、はいはいはい、志賀さんテレビ出てるんですか、出てるんですよ、すげえ、そうなんだ、そうなんですよ、もうそれですごくあの人もユニークな発想で、はいはい、なんか時短になれば、はい、それだけ従業員も早く帰れるとか、ね、あ、そう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 、面白いこと言うんですよ、なんかママさんとかも結局ママそうそう、はい、お家に帰れて日曜日がお休み、うん、っていう、子供のお迎えも行けるっていう、そうそうそう、だからそういうサロンも作って11店舗ぐらいあるのかな、あ、いっぱいありますよ、いっぱいあるんですよね、そうなんですよ、志賀さんが出てた、そう、志賀さんが全面バックアップで、うん、だから私ね、考え方が山本さんによく似てらっしゃって、あ、そうなんですよ、結構ね、あの飲んだりするとあの話めっちゃ合うんですよ、あ、そうですかそう、で、工場だけ埼玉にある、じゃあ埼玉ではあの本社は群馬でうん、うん、と要はなんかいろいろ混ぜたりするとでかい工場ですよ、釜が とんでもないで、うんうん、でかいのがあって、うんうん、ノットのシャンプーがやっぱりね、ありがたいことにすごい販売数が伸びてて、大きい工場でもう大量、うん、トン単位で作ってる、作らせてもらってるんですよ、すごい、志賀さん、志賀さんを知ってる方群馬だったんですね、群馬なんです私、しかも、はい、妹の旦那さんが、はい、美容のそういうシャンプーとか、はい、いろんなものを収めてる仕事してるので、ああそうなの笑えるんです、いろいろつながりますね、志賀さん昨日も会ってましたよ、あ、そうですか、セミナーだったんで、ん、茨城で、志賀さん今年いっぱい会いますそうそうそう、群馬もありますもんね、群馬3月14日、前橋でやるんですか、うん、ホワイトで、お待ちしております。あれ5万円の話どうしよう。5万円は年末年末。
年末なんですよ。結構見ていただいてます、ありがとうございます。今頑張ってこう伸ばしてます、ね、どっち応援してました、あれ見た時。いやお前そんなこと言って俺とは言わないでしょ。あやちゃん、そんなどっち応援してんですかって聞かれた方で応援するしかないじゃん。いやマジで私はこの長戸派を、でも逆に後悔させてやると、どっちがあれかなってかける人もいるでしょうね、はい、長戸派って言った人たちをちょっと後悔させて思って見てろよって思って見てろよ、燃えてる燃えてる、はい、根性で絶対染めないから。それは年末なんでありがとうございます。ホワイトデー、ホワイトデー、誕生日もありますから。そうだね、誕生日が近いんじゃない、はい、むしろ誕生日とホワイトデーありますので、よろしくお願いします。ホワイトデーって何あげればいいんですか。ホワイトデーもらったことないですけど、ホワイトデー、俺、はい、渡した記憶もない、はい、バレンタインもらった記憶は。あれちょっと間違えました。もう最低。もうえ間違えましたね。私いつも誕生日とバレンタインに長さんにあげてて、長さんクリスマスと誕生日に私にくれるんですよ、はい、じゃあ返す一緒だよ、よかったよかった、危ない。バレンタイン、あ、そうですか、もらった記憶ないんですね。あ、すいません、じゃあもう今年もいらないです、ね、なんか注文しちゃったけどもう返品しますね。すいません、いらなかったみたいな。もう注文したの、すごい早い。早いね仕事。あ、でもいらないんですよね。いやいや、そんなことない、そんなことない。いらないみたいな。もらった記憶がないぐらい、カスみたいな。間違えました。間違えました。あ、カットして、カットして。ダメ、絶対流してください。カットさせない。絶対カットしてない。私からもらったものを。あ、そうですか。怖いっすね。そうですか。あ、やっぱあれですね。もう、いや、違う、もうね、しょうがないです。言い訳ですか、うん、どうぞ。しょうがない。お酒で脳が溶けてると。何もらったかも覚えてないんですか。何もらったかな。ちょっと、ね、あのメールしますね。いらんなやっぱあのキャンセルでって、あの注文したところにやっぱキャンセルでお願いしますって。いやちょっとね、あのだカットカットしてください。大丈夫です大丈夫、流れます流れます。いやこれしかも今日撮影した動画が、うん、あの流れるのが、うん、多分それぐらいなんですよ。3月あったら多分1ヶ月ちょっと、じゃあ楽しみに何をお返ししたかなってね、はい、忘れてた分やっぱホワイトデーももらわないといけないです、ね、いやそうですね、ホワイトデーあおすすめ、ホワイトデー何もらったら嬉しいですかね。何がいいんでしょうね、はい、まあでもお休みじゃない。確かに、まあでもあげたこと忘れてますからね。いやいやいや、そんなことない。じゃあ何もらったんですか、私から去年。ん、何が、何もらいました。ちょっと話変えましょうか。何もらいました。ちょっと触ってみるか。あ、すごい、すごいですよね。サラサラ、はい、もう任せてください、これどんどん綺麗になるんで。いやいい感じです、うん、脳が酔っ払ってたんだよ、あやちゃん。逃げられると思うなよ。戻さないでください。覚えてないですか、私結構ちゃんとしたのあげましたよ。なんか京都で作られたお酒、うんうん、なんていうの？ああ、木の実だ。あ、そう、木の実をあげ、思い出した。あれです。なんかお客ジャパニーズジンです。ジン。あれ、まあ、もう飲んじゃった。飲んでるやないか。なんか、飲んじゃった。お客さんと長瀬さんが喋ってるのを聞いてて、うん、なんかこれが美味しかったって言ってたから、うん、バレンタイン前に、あ、これにしようと思って。バレンタイン、竹で脳が溶けて忘れたのは、それのせいかな。しかも多分、2本ぐらいあげたと思うんですよ。2本でしたね。はい。なんか限定のやつ。ジンなのね。そう、京都で作ったジンなんですけど、すっげえうまいんですよ。うん、なんだろう、あれ。すっげえうまいのに忘れちゃったの。最低ですね。最低最低。これのあれですね。あの、世の中の男性陣。あの、あ、まあそういう時あるよねって。もう男性の視聴者さん。いや、でも女性は怒ります。まあ怒ってるでしょ。最低って言われて。ありえん。もらってないとか言い出して。いや、もうあの、世の中の男性の方々が今思ってることも分かってます。じゃあ、つって。そう。これはまたあれですよ。あのしばらくこれ怒られますよっつって、はい、もうキャンセルのメールが頭に浮かんでます。いや、ノン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 、よしよしよし。え、いるんですか。あ、いるんですか。何を。バレンタイン、ちょっと待って、話長いね。アイロン終わっちゃう、アイロン終わっちゃう。逃がさないと。あ、ちょっといただき、いいですか。どうせいいと。いいです、コメント欄でいっぱい怒られてください。いや、ちょ、やめやめだ、お前すぐコメント欄を使う。私の見方が女性陣の方にいっぱい怒られて、女性陣最低とか書かれるでしょ。よし、じゃあこれ3月の放送というか公開なんで、うん、あれです、あの、に僕コメント欄に書いて何々もらいました。さあカラーは根元リタッチにしましょう。はい、何かっていうと毛先の具合がぶっちゃけそんな良くないっていうか、うん、やっぱ
ダメージが溜まってる部分もあるから、なんかここに関してはしっかりとねカラーでダメージできる限りしない方法でカラーはするんですけど、やっぱ負担がゼロではないんで、できる限り負担のない施術っていうのでいきましょう。よし、茨城って美味しいものありました？え、でも普通にうまかったよね。牛焼き屋牛焼き食べたんですか？はい、そうなんですよ。いやでも居酒屋でなんか、つくばのスタジオなんですけど、つくばの駅前は、あのなんかそんなに美味しいっていうか、なんかダメだね、言葉悪い結構普通の、例えばサイゼリアとか、そういうのがあるけど、なんか飲みの居酒屋とかはそんな少ないらしくて、学園都市だから、あで泊まりに研究学園っていう、なんか学生が多い駅があって、そっちがいいですよって、あの茨城の人から言われたんで、でホテルの目の前で食べた串焼き屋、うまかったよね。美味しかったです。すげえ食ってたよね、あなた。そんな食べてないんですよ。あ、ほんと？レンコンチップスを一人で食べたぐらいです。レンコンチップス、レンコンの揚げたやつ、要はチップで揚げたやつを結構大きくボンってきたのをずっと食べてました。横でその長津さんと、あの代理店さんが真剣な話をしてる横でポリ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 BGM としてずっと左からずっとポリ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 決めてました。よくね、地方に行くと美味しいものをね。そうなんですよね、茨城だからね。茨城って名物なんですか？あんこ、うん、あんこ鍋、あんこ、あーあっち、うん、へー、あ、次回はそれにしよう。茨城はね、大出血栃木なんですよ。うん、栃木は何でしょう？餃子。ああ、宇都宮餃子ね。栃木ってね、和牛が結構美味しいですよ。和牛、うん、探しとこう。群馬は何？群馬は何にもないよね。志賀さんなんて言うかしら。いや、志賀さんなんて言ってます？なんつってるから。群馬ってね、なんだろう、ネギとこんにゃくとか、そういう感じ。こんにゃく、あ、そう、こんにゃくとか、岩崎こんにゃく好きなんで。焼きまんじゅうとかね。あ、焼きまんじゅう美味しいですよね。あんこの入ってないまんじゅう。そうそうそう、確かにあれはそこら辺は好きです。群馬ってこれって言われるとないのよね。温泉はあるけど、食べるもの、温泉いっぱいありますね。食べるものはちょっとね、うんって感じ。結構じゃあ長く群馬だったんですか？結構すぐ出てきちゃった感じ。そうですね、30歳ぐらいまでは。おお、じゃあ、ね、あの食べ物の好みが完全に確定しますね。そうですね。だまた前橋なんで、高崎じゃなくて、だから前橋に泊まってね、どうしようかなと思って。だからでも前橋で僕の後輩がソムリエなんですけど、店をオープンするんですよ、前橋で。そう、だからあのちょっとそこへ行きたいなと思ったんですけど、ちょっとオープンが間に合わなそうで、ちょっと行けないかな。オープンするのに資材とかはやっぱ今遅れてるから、うちもぶっちゃけあの引っ越すんですよ。銀座は今7丁目じゃないですか、1丁目の方に引っ越すんですよ。ちょっと広いところになるんですけど、オープンが一応2月23予定なんですけど。え、来月？はい、来月です。あら、2月19までここで、今日 YouTube 撮影ここでやるの最後です。あ、そうなんですか。だからもうあと後ろに1名様いるんですけど、で終わったら終わり、あとは新しい新店舗って感じなんですけど、2月23の時点で工事が終わってないですまあいいやと思って、シャンプー台が使えて電源走ってればまあできるから、薬さえ持っていけば。やっぱり資材の調達とかそういう部分で今もうなんかそういうのが遅れてます。物流系はかなり遅れてるんで、あ、これですごいいいと思いますよ。はい、ということで根元の薬作っていきます。はい、お疲れ様です。はい、もう別人の髪質に、まずアイロン状態で、この状態になってないとダメですね。なんで、ちょっとここまでできてるんで、まず今日は根元をリタッチでいきます。根元リタッチ。はい、じゃあそんな感じで、薬剤が、もうもはや超スタンダード、12シルバー、2GB グリーン、3対1対 10% で 6% です。で、持って、まあ、いつも、はい、頭皮保護、天才と、で、まあ、ダメージ予防、ケラベクトコネクター2プッシュ、イーフォーム2プッシュ、で、10% です。で、毛先はそのまま、2液いっちゃいます。強制の2液でいっちゃいます。いろいろはしません。はい、アルテマセカンドローション、オキシにメテオ 20% です。はい、行きましょう。カラーはじゃあ結構頻繁にされてる感じですか？リタッチをね、毎月、もう3週間過ぎると根元がね、まあ、ね、出てきちゃうんです。そうなんですよね。やっとメテオの取扱店を近所に見つけまして、予約してたんですけど、ここが決まったのでちょっとキャンセルはしちゃったんです。マジごめんなさい、サロンさん。次回の、はい、そうですね。あの、なので楽しみにそちらも伺ってみたいなと思ってるんですけど、はい、ぜひぜひ。やっぱりメテオを取り入れるサロンさんって、はい、なんかやっぱり人気があるのか、もう全然1ヶ月くらい前からやって、もう毎日埋まってて、あ、結構、大変で、そこもお一人でやってるから余計なんでしょうね。あ、そうですね、お一人様サロンが多いです。なんでかというと、もう分かるんですよ、僕これメテオって発売されたのが9月の後半なんですけど、いろいろシルバーウィークとか挟むと、まあ、大体10月
月頭がスタートしてるんですけど、うん、今1月の半ばだから、うん、10、11、12、3ヶ月半じゃないですか、はい、大手サロンはそのスピードで導入決めらんないです。あ、うん、僕も大手にいたんで分かるんですけど、うんうん、これいいなと思ってから導入するまでにやっぱ結構数ヶ月かかるんで、うん、会議にかけたりね、会議にかけて根回しをして、うん、大変ですね。そう、大体そんな感じになるんで、うん、今入れてるサロンはやっぱ一人サロンさんが多いです、うん、でもやっぱり結構人気で、皆さんね、概要欄にある取扱いサロンから検索して、うんうんうん、いただいたみたいで、結構全国から喜びの声、お客様からもそうだし、うん、サロンさんからもすごいなんかありがとうございます、うん、より一層勉強してなんかお客さんに満足してもらえるようにです、ね、うん、やっぱり取り入れるサロンの人って研究熱心っていうか、そう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 、ね、そうなんですよ。そういう心構えがやっぱりできてる人が取り入れる、やっぱりまあもちろんね、うまい下手とかはもちろんね人間なんであるんですけど、うん、一定以上の勉強してるという実績があるから、うん、しなきゃね取り入れないだろうし、ね、あとは興味も湧かないと思うんですよ、うん、でもやっぱコストかかるから、うん、もちろんねお客様からも金額はいただくと思うんですけど、うん、その最初に導入するのにもある程度勇気がないとできないと思うんで、うん、じゃあこれ毛先の2液ですね。これ根元にあんまりつかないようにするんだけど、まあどっちしろオキシなんでつけちゃっても大丈夫ですけど、あんまりつけすぎるとグレーが染まらないんで程よくやってください。薬剤がみんな横持ちだから全然覚えられない何を言ってるのかもよくわからない。しかも何パーとか言われちゃうとね、わかんないですね。本当にお医者様のさじ加減じゃなくて薬の調合してるもんね。本当わかんないですよね。あなた何回聞けばわかるようになる。興味がないから覚える。っていうか女性の美容師さんはあまりこう薬剤のあれとかしなそう。昔はそうだったんですけど、うん、例えば昨日のセミナーも、ね、昨日がスタジオのキャパが50名だったんで、もう50名マックスで入ったんですけど、半分ぐらいじゃなかった。ちょい男性が多いくらい。うん、じゃないですか。だって70代の女性も、うん、なんかすごいいらっしゃいました。もちろん先生がいらっしゃって、すごい。ありがたいですよ。そう、なんか勉強してるんですよ。前の動画でもどっかの動画でも言ったんですけど、新しい商売ですよ。商売というか職業ですよ。なんかその年になってもなんか勉強しながら、なんか自分のお客さん綺麗にしようって思える姿勢が ねいい、良くないですか、うんうんうん、すごくこうなろうと思ってます僕。もうなってますよ。いやいや、もっと勉強しないとね。まだまだ知らないことは多いんで。うちのおば今77歳だけど、草津温泉ってあるでしょ、群馬に、はい、うん、そこで美容室。おお、すごいですね。田舎だからね、うん、旅館とかホテルで働く人がこう髪を言う人が多いらしいんですよ。ああ、なるほどなるほど。で、そういうのって若い美容師さんは、はい、なかなかできなくって、うんうんうん、うちのおばなんかだと言える。ああ、いいですね。なのでまだ現役で働いてます。いいですね。でも77歳で、ね、仕事できるっていう。しかも自分の体調に合わせてできるわけじゃないですか。そうなんですよね、はい、週に3日ぐらいしか行かないみたいですけど。最高ですねよし、将来そうなろう。週3勤務美容師。長戸さんはもう講師ですよ。講師1本で。講師1本にあとは薬剤の開発。薬剤の開発、いやどうかの千葉の田舎の方にね、もしかしたらね工場を作ってるかもしれない。工場作ってる、千葉工場。千葉工場、千葉工場、長戸、長戸工場ってことですか。なんでもうちょいないのいいネーミング長戸工場、長戸工場これで時間を置きます。はい、はい、15分でコーミングで、鳴らしです。はい、じゃあいつもの後処理でいきます。よく乳化してリトーノのダンディアルカリを有利させるパワーを使って、ヘマヘマ弱エッチして、pH調整と残量アルカリを取って、そのまま流さずにシャンプー、ノットシャンプーインフォーム入りで、ヘラフェクトコネクターの原液とアシッドリンク順番につけたら、そのままコアミです。お願いします。お疲れ様でした。白髪は消えました。はい、はい、ノットのミスト、レブリン酸で細かい癖を取る。よいしょ。いろいろ入ってます。入ってますよね必須アミノ酸で、いやそうそう、ロイシンとかヒソロイシンとか、おー、いろいろ入ってたね結構自信作の、かなりねリピートのお客様増えてきました。ね、いいですよね、うん、最初はね PLT、 あ、そうそうそう、最初それ使ってて、うんうん、その後義理の弟がエルカラクトンの入ったなとかっていう、うん、送ってくれて、ね、すげえ今、うん、エルカラクトンもねいい成分ですけど、うん、なんだかんだ言ってレブリンさんは強いですね、うん、カットどうしましょうか。そう、もう今ね考えてたこのまんま奥歯だと弱かなくちゃいけないんですよ。なるほど。あんまりじゃあここが、うん、いつもこういう感じでなんかぼやぼやになっちゃうので、ぼやぼやになっちゃう。前もし下ろすんだったらこういう感じで下ろしていただく、あとは本当に短くしちゃうか。ああ、どっちがいいですかね。お任せしますけど。お任せします。なんかのベッドしちゃうかな。レイヤー入れちゃいます。うん、せっかくだし。憧れてたんですけど、うん、レイヤーはできないかなと思ったの。髪質が悪くて。髪質ね、こう広がる感じ。触ってみてください。濡れて違うの分かります。別物。レイヤーいけそうだと思う。
行っちゃいましょうか。嬉しい。嬉しい。よかった。絶対無理だと思った。そうなんですよ。ダメージが強いと、レイヤー難しいんですよ。ただ、今日結構決まったんじゃないか。そうですね。これね、もう開発中というか、もう出来上がってるんですけど、まだちょっとオフィシャルでは発表できなくて、多分これの動画が公開される頃はできるはず。この新商品発売のタイミングって、あれなんですけど、すごい髪質良くなるんですよ。宿毛矯正。すごいですね。はい。美術の進歩って。そう。本当にそうなんですよ。ちょっとね、これね、楽しみにしてもらいたい。なんで、レイヤー入れます。嬉しい。はい。もう全く華やかさが全然ないんですよね。ただこういう服だ。そうですよね。だから、万年草とね。若い人だったらね、いいんですけどね。いやいやいや。もう本当の。かっこよくします。お願いします。はい、ちょっと喋ってください。はい、失礼します。では、もう早速、もう、串通りが全然違うんで、レイヤー入れます。はい。もう、毛先かなり細くなってるんで、まあ、チョップカットですけど、少し詰めていきます。で、前上がり強くします。今、横がかなり長い状態なんで、レイヤー感が出せないんで、こうやって前上がりを強くする。ちゃんと溝落ちで切る。溝落ちで切るイメージですね。体の正面で切ると、どん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 カットが安定していきます。よし。そしたら、このままこっちサイドいきます。よいしょ。で、このまま、はい。ここら辺切るところですね。ちょっと。はい。レイヤーになるように前上がり切ります。この後ろから前に行くにしちゃって短くなる。目尻のところここちょっと、はい、じゃあ逆行きましょう。しっかり切って横が短くなるように、よし、 OK。 ちょっと真正面見てください。 OK です。じゃあもう一回下見てください。はい、そしたら三つ襟のところの C シェイプだけをまず先に取っときます。逆もです。そしたら、もう王道ですね。いつも下からレイヤーを入れるんですけど、ちょっと一番下だけはワンレングス、この一線だけはワンレングス残しときましょう。そしたら、はい、レイヤースタイル。なんで下を残したかっていうと、結構今好かれてるんですね。ついてあるんで、どうしても下がペラペラになりやすいんで、しばらくは下ワンレングスで、だいぶ髪の厚みが出てきたら、下からやるとより綺麗になると思います。はい、こっちも行きます。よし、はい、じゃあリスから取って、はい、次のブロッキング、上は小さめです。こう角度結構急なんで細かく行きます。はい、じゃあまずセンターを、はい、引っ張って、上は切るとこ多いですよ。今までワンレングスだったんで、こうやってしっかり扇状にコーミング、こうして扇状に、そうすることによって丸さのある柔らかいスタイルができます。同じところで切ってたらやっぱレイヤーは綺麗に切れないんで、しっかりとね、扇状にコーミングするっていうのを忘れないように。よいしょ、よし、はい、そしたらトップ細かく取ります。ここは細かく扇状、細かく、はい、大きさです。はい、じゃあ次行きましょう。よいしょ。はい、サイドはオンベース。オンベースで切るとこいっぱいありますよ。よいしょ。はい。顔周りはゼロ度です。このだいぶ空いてあるんで、今日は好きほぼなし、ゼロでもいいかもしれないですね。まあ表面チョップカットちょっと入れるかな。よいしょ。しっかりと角度を合わせて切ります。でここは前にゼロ度、頼む、左まもみ上げ治っててくれ治ってて、まあ、改善されててくれですね。でもなんか改善されてる感じですよね。コーミングされてる感じも、まっすぐですよねそんな、じゃあ、ハードル上げないでください。チリチリ、そう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 、チリチリではなくなるはずなんだけど、なんでそこまでビビり直し単品でいくんだったらいいんですけど、さすがにね、根元の矯正をまず優先させてるんで、でも大丈夫だと思います。行きましょう。ピッツ上ですね。よし。
ビビリってなんでビビっちゃうんですか？まあいろんなあれ要因があります。一番簡単にビビるのは、うん、めっちゃ強い力で引っ張ったらビビるんですよ。あの輪ゴムが切れた瞬間ブルルルってなるのと一緒で、はいはい、それプラスあと薬剤ですね。もみあげは特に弱い毛なのに、もみあげの白髪って気になりません？なります。だから薬めっちゃ乗っけるじゃないですか、もみあげって、うん、だからもうその時点でやっぱりもう痛みやすくなってるんですよね、うん、それプラス日々のドライヤーとかも当たりやすいとこだし、やっぱ擦れやすいっていう物理ダメージもかなり受けやすいんで、もみあげ襟足っていうのはね、襟足は特にあのお洋服にずっと擦れてるから、そう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 、あの擦れるだけでもやっぱもちろん痛むじゃないですか、うん、服の生地とかでも一緒で、やっぱ擦れてるとこって毛玉ができたりとか薄くな、生地が薄くなったりとかするんですけど、はい、そう、なんかもみあげとかもやっぱ手で触った時に一番最初に触る髪の毛ではあるんで、よし、バッチリです。じゃあ軽くオイルつけて乾かします。オイルつけたっけ、さっきオイルつけたみたいなんで、ちょっとオイオイル半分の量ぐらい、よし乾かします。レイヤー入ったの分かります？分かります、うん、そう、これをさらにいい感じにしていきます。はい、お願いします。はい、じゃあ基本はチョップカットで終わらせます。もうなんでかというとすいてあるんで、なんで、あ、ちなみに触ってみてください。バッチリ、すごい。よかった、すごい。まあ、ここら辺か、ちょっとかな。よし、全然わからないですもんね。よく見るとわかるんですけど、ね、でもね、うん、完全に改善されたって言えるんじゃないでしょうか。よかったです、ありがとうございます。ああ、よかった。これで右普通の薬でやってるから、右がビビったら嫌だなと。右触ってみてください、多分大丈夫。うん、全然大丈夫。ツルツルツルですよね、うん、いい感じ。よし、じゃあちょっと、よいしょ。まあ、レイヤー切って結構ブラントになってるようなところ、中段から上ですね、あたりを少しブラント取ってあげたらもうスタイリングしちゃいます。よし、まあ、ついてあったプラスあとはダメージで切れてしまったが一応正解ですかね。なんでそこら辺をより、ね、今回ストレートしたのと、あとはしっかりとしたホームケアでどん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 伸びていくと、もっとツヤが出てくるんで、継続ですね、力。よし、こんな感じです。よし、よし、さあ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 、根元の方の矯正は僕今回やったやつって結構柔らかいんですよ。ブローでツルツルになって、うん、何も普通にハンドブローぐらいだとちょっとうねりが出るぐらいにしてあるんですね、うん、はい、だからあの、ただ毛先は結構しっかりと矯正がかかってるんで、毛先巻きます。じゃあ行きますね。メテオ の、 あの酸化をしてる、酸化っていうか乳液処理をしてるんで、ストレートアイロンするとツヤが出るんですけど、うん、それだとどうしてもちょっとストレートって感じになるんで、先にちょっとカールさせて、で後でストレートアイロン入れる方法でいきます。ワンカールでいいです。もう全部ワンカール、ホットカーラーでもいいですし、うん、もうコテが本当はいいですね。コテで襟足は、襟足というか後ろはね、この毛が分厚いとこなんで3段に分けて、横は2段。よし、でトップもくるっと、前髪は前に下ろして、よし、良さそうじゃないですか。華やかになりますね。なりますね。レイヤーってそういうパワーがあるんです、うん、毛の重なりっていうのはね、いきなり華やかになるんで、よいしょ、よし、バッチリじゃないですかね。憧れの、あ、こんな、なりました、なりました。よし、じゃあちょっとこのカールを崩さないようにメテオ完成させます。はい、ビューさん向けに、あのこうやってカールアイロン先でも大丈夫です。先にやってあげるとカールアイロン崩さない、要はあんまりペタンとさせないで、あのメテオの耳の結合を作ることができるんで、まあ、そういう場合もおすすめですね。まあ、表面メインで結構綺麗にしてあげればいいかなと思います。前髪はちょっとボリューム出したいんで、このマジックカーラーを巻きます。ちょっと強く、くっ、はい、OK。ちょっとスプレーです。全体的にボリュームを出したいんで、この MM スプレーを軽く全体に振ります。よ
したら、で、ここのボリュームが出ますので、そしたらさらに。一回取ります。はい。あー、すごい。あー、嘘みたい。嘘みたい。すごい、サラッサラ。いや、やばくないですか？やばくないですか？違うな。すごい。いいですよね。やばい。やばい。すごい、サラッサラ。今までの毛先のあたりも綺麗にしたのと、は微還元して綺麗にさせてもらったのと、根元はね、酸性矯正。で、持ってメテオで。これ全然なんともない。なんだいや、ちょっとビビり直せる、改善できるように頑張りました。でも、あれです。あとはホームケア次第なんで。うん、頑張って。頑張って。やりますか。はい。ぜひぜひ。アフターカラーフォームですね。もうここ周りっていうのはもう残留アルカリがたまりやすいんですよ、カラーの。だからアフターカラーフォームをシャンプー前によく濡らして、もみあげ、もシャンプー前ね、シャンプー前ね、はい、アフターカラーフォームって泡で出るやつをもみあげと生え際にこするっていうか、こうやってもみ込んだらその上からシャンプー、はい、そうするとそこら辺の残留アルカリが取れる、プラスシャンプーもインホーム入りのシャンプーで混ざって全体的に取れるんで、かなりおすすめです。はい、レイヤーです、はい、憧れのレイヤーになります。すごい嬉しい。そう、バッチリの、はい、はい、もう別人だと思います。別人です、うん、よかったです、はい、ありがとうございます。お疲れ様でした、はい、今日はもみあげのビビり直しと全体の縮毛矯正ですね、開発中の薬剤早く発表したい、詳しくは概要欄で。もう本当に綺麗にしたいなと思って、全体の縮毛矯正と、まあ、根元のリタッチはリトーノの新色純シルバー、もうこれ動画出る頃は新色じゃないですね、3ヶ月ぐらい経ってると思うんで、しっかり染めつつも綺麗な髪にして、綺麗な髪になったからこそレイヤーができる。どうしてもレイヤーは毛先が表面に出てきちゃうんで、あまり毛先が、まあ、あんまり良くない状態だとレイヤーっていうのは難しいんですけど、今日はそれを改善してレイヤーすることによって華やかなヘアスタイルっていうのを作ることができました。ありがとうございました。どうもありがとうございました。はい、以上です。憧れのレイヤーになりました。ありがとうございます。 OK です。後ろちょっと映しといた方がいいかな。はい、こういう上品なレイヤーになってると思います。この後ろにした時のやつ見てないんですね。はい、すごいレイヤーって感じ。本当に、はい、お疲れ様でした。どうもありがとうございました、はい、以上です。撮影以上です。どうもありがとうございます。どうもありがとうございました。はい、ありがとうございます。大成功でした。ありがとうございました。どうしたの、かゆいの？痛い。何が？わかりません、ちょっと飽きてきた。あ、いっぱい赤のカラー剤買ってもらったけど飽きてきましたね。いいですよ、買い取りでも。そうだ、私が、うん、だってうちそんな赤使わねえから。そうですよ、強いでしょ、買い取らない。じゃあ、使いますか。もうちょっとだけ、赤でいいから。終わったら次は段階を踏んで黒になっていく。段階を踏んで黒になっていくんですか。はい、 OK。 じゃあ、こんな感じで頑張ってください。10万、ありがとうございます。アホか。何言ってんだよ。はい、じゃあそんな感じで。さあ、次はこちら、ノットでの撮影ラストになります。あ、そうなんですね。はい、なんで気合入れていくぞ。バイバイ。